神社でお祈りするときには、神様に玉串という榊の枝を捧げます。玉串はみずみずしい榊の枝に、ユーシデと言われる麻や紙を取り付けたものです。祀られる神とお参りする人とを結ぶ仲立ちとしての役割を果たす供え物です。正しい作法でお参りしましょう。まず神職に軽く一礼し、玉串を受けます。右手で根元を上から、左手で先を下から持ちます。少し肘を張り、胸の高さに持ちます。神前に進み一礼します。玉串を時計回りに90度回し、左手を下げて元を持ち、祈念を込めます。玉串をさらに時計回りに回し、根元を神前に向け、玉串の中ほどを下から両手で支えてお供えします。姿勢を正し、まず2回お辞儀をします。次に手を合わせ、右手を少し引き、2度拍手をします。右手を戻します。最後に一度お辞儀をします。